新型メルセデスベンツ C クラス、ライドノアではね、サーキットでの、まあ、前回ではないですけどもね、ゆっくりと、まあ、ちょっとペース上げた時の、走りをね、まあ、筑波サーキットクローズドで、まだナンバーついてなかった時にね、まあ、走って、その模様をね、お伝えしてますけども、ようやくね、一般道、公道での試乗が叶いましたので、改めて紹介していきたいと思います。今乗ってるのは、メルセデスベンツ C200 アバンギャルドの、AMG ラインですね。同じちょうどね、筑波サーキットで、クローズドで試したのと、まあ、同じグレードということになります。その時の印象についてはね、まあ本当に熟成進化型のモデルチェンジだよなというふうな、ことをお伝えしたと思いますけども、まあ、果たして行動でどう感じるのかというところですよね。まあ、ざっくり、このモデル振り返っておきますけども、まあ、今回の C クラスね、いわゆるプラットフォームは継承してますが、ボディサイズ、伸びてますよね。もうほとんどこの AMG ラインだと 4.8m と、ね、言ってもいいぐらいのサイズになりました。もうね、だいぶ成長したなという感じですよね。全長 80mm 伸びてますからね。で、全幅は、10mm 増えて 1820 になりました。で、まあ、見ての通り S クラスのイメージを色濃く受け継ぐスタイリングになってます。ね、まあ、先代もね、本当そういうイメージでしたけど、今回も、まあ、メルセデスセダンの何でしょう、まあ、E クラスも含めてね、本当に、まあ、同じようでいて違うみたいなね、すごいうまい作り分けしてると思うんですけど、今回もね、あの S の S としてはね、すごく今回若々しいモデルだと思うんですけど、その感じを持ちながら、さらにね、まあ、C クラスらしい、なんだ、警戒感とか、やっぱ若々しさ、あれ以上にちゃんとできるんだなっていう。でも逆に言うと、このセグメントでこれを見ると、その若々しさだけじゃなくて威厳みたいなものも出てくるってことで、まあ、上手なスタイリングだなというふうに改めて思いますよね。まあ、特にね、本当この車 AMG ラインなんで、まあ、その、若々しさっていう言葉は若々しくないですけど、ちょっとアグレッシブな感じというかね、スポーティーな感じも程よく出ててね、まあ、個人的にはスタイリングはね、まあ、やるなという感じがしますね。で、インテリアは、まあ、見ての通り、最近のメルセデスの定番であるデジタルパネルで、そしてね、このセンターの、この大きい縦型のディスプレイはやっぱり S クラスのイメージですよね。最新のものが使われてます。 S クラスではこれがね、フラットだったのが、まあ、6度こちらに傾けられてるっていうのも、まあ、今回ね、強く歌われている、まあ、C クラスがパーソナルユースの車だよということをね、まあ、強く表しているポイントなのかなと思います。で、あとはね、この、まあ、スクワークルとか言うんですけどね、スクエアとサークル混ぜてこういう形のエアベントを新たに使ってきたりして、ちょっと、変えてくるね、同じような流れにあるんだけど、ちょっと変えてくるっていうのがね、上手だなと思いますね。まあ、本当にね、先代がちょうどそのライフの狭間にあって MBX つかなかったし、まあ、こういうね、デジタルディスプレイもできなかったんで、今回はね、本当最先端のものを盛り込んできたなという感じがします。 MBX もね、あの指紋のセンサーがあったりとか、そういうのが、まあ、最新の S クラスに続いて使われてます。あと操作系でいうと、このシートね、スイッチが椅子の形をしているというのは、あのメルセデスのね、まあ、伝統ですけど、これがね、可動式じゃなくてタッチスイッチなんですよね。まあ、こういう風にね、今までの伝統を、まあ、継承している部分と、それをね、発展させている部分と、そういうのがね、うまく使い分けられていて、例えばね、まあ、先代に乗ってた人が乗っても同じだけどちゃんと新しいみたいな、まあね、上手ですよね、この辺ね、はい、くすぐるポイントをね、しっかり分かってるなという感じのモデルチェンジになっていますね。ほら、見てください、今ね、止まると交差点の映像がここ重なってます。ナビをね、入ってると、ここに行き先の矢印がこの中にね、実際の景色の中に映し込まれるので、交差点を間違えたりしないで済むというようなものもついてますよね。まあ、これ初めて乗った時は感動したんですけど、まあ、ようやく C クラスにもついた。しかもこのでかい画面だとね、本当に見やすいですよね。で、まあ、室内ね、ボディサイズが大きくなってるのもちゃんと室内空間の広さにつながってて、実はこの辺の、ね、肩周り、頭周りの余裕なんかも増してますし、まあ、くつろげる空間になってるなと思います。まあ、本当ね、こうなると結論めいちゃいますけど、 S はともかく E クラスとの住み分けってどうなるんだろうとね、思っちゃいますよね。まあ、そのぐらいね、まあ、C がとても進化してきたなという感じです。走り、
今回の車はね、前車、マイルドハイブリッドになったというのも C クラス話題です。まあ、ディーゼルなんかもね、つまりマイルドハイブリッド追加されました。で、6気筒エンジンはなくなりましたけども、今乗ってるこの C200 は、2リッターの直四ターボエンジンと、電気モーターの組み合わせになります。で、電気モーターが今まではね BSG ベルトドライブ式のスタータージェネレーターだったのが、今回からね ISG になりましたね。要はトランスミッションの中に内蔵された形で、実はエンジン自体も、M254 という新しいものになってます。6気筒の M256 というユニットがありますが、そのね6気筒から2気筒をカットオフしたのがこのエンジンと、まあイメージとしてはねそういうことになります。あの本当に共通点の多いエンジンファミリーですね。はい、まあ、こちらになってエンジンのねスペック、出力数値は、従来と変わってないんですけども、実はねトルクや最高出力の発生回転数まで一緒なんですけどね。まあ、今回 ISG はあのパワーアップトルクアップを果たしています。だから例えばトルクで見るとね、エンジントルク 300Nm にモータートルク 200Nm だ、相当強力な、ね、仕様になっているということですね。はい、そして、ね、シャシーですね、こちら今回の目玉はリアステア、この、ね、AMG ラインにはリアホイールステアがつくようになりました。実は多分ね勘の鋭い人だったら、僕がこう乗ってここまで走ってる絵を見てリアステアついてんじゃないかなと思ったと思うんですよね。そのぐらいね結構切ってきますね。はい、でサーキットではね、まあそれあの違和感にはならないけどちゃんと切ってんのは分かって、まあそれはそれで痛快で楽しいよと思ってたんですけど、ワインディングこういうところのね印象もね変わらないです。やっぱすごいクイック感があって、だけどなんかすごい嫌味な感じとは思わないかな。わーすげえよく曲がんねーっていうぐらいの感じでしょうかね。はい、ただ一方でこれね、実走行というか、まあ一般道で使ってみるとね、駐車するときなんかはちょっとね気を使うかもなと思いました。やっぱ思った以上に曲がるんで、まっすぐになかなかならないねみたいな、まあ、昔ねこうリアホイールステアとか 4WS がね出始めた時ってそういう話ありましたけど、ちょっと久しぶりに感じたなというところではありますね。はい、思ったのはまあサーキットでも乗り心地ねなるべく見ようと思って乗ってたのは、多分見ていただいた方は分かったと思います。で実際に足の動きは、前のモデルよりかね良くなってると思うんですよね。土台ボディがしっかりしたのもあると思いますし、前のはねどうもなんかこう突っ張った感じというか、それは特に初期のランフラットタイヤついてたものはそうだったし、それがねタイヤ変えただけでは変わりきらなかったなと思ってるんですよね。だそこが今回どうかなと思ったら、そういうところの当たりが柔らかい、サスペンションの初期の動き出しがしなやか、まあ、そういう乗り味がね実現できてるなと思うんですよね。でまあそれはね非常にいい感じじゃないと思ったんですけど、ちょっと路面を選ぶところがあるのも確かだなというのが、今度一般道走らせてみての印象ですね。ザラザラとひび割れたような路面とかだとかなり、きつい入力感もありますね。だこういうところでもっとマイルドだったら本当に上質なのになと思うんですけど、まあ、それはねちょっとサスペンションだけの話じゃなくてタイヤ、まあ、立派なサイズのタイヤついてるのもありますよね。そういうところの関係もあるのかなという気がします。はい、そこがもっと落ち着くといいなと思いますね。今回の試乗は、メルセデスベンツ日本さんが主催してくれたメディア向けの試乗会に来て乗ってるんですけども、実はもうねその前に、のウェーブに参加した人からね結構ね今回の C クラス、特に、まあ、今回全皆さんね同じ車乗ってるんですよね。この C200 アバンギャルドの MG ライン乗ってるんで、結構乗り味きついなみたいな話をね、小耳に挟んでたんですよね。ちょっと乗り心地がきついのと、この、まあ、四輪ソーダがあってピクピク動きすぎるみたいな話が、まあ、聞かれて、ちょっとねその前にサーキットで乗っていた身からするとそうかなと思ってたんですよね。で、まあ、一つ乗り心地に関しては、まあ、確かにその言わんとしてることは分かるところもあるかなというのは思いました。そのさっき言ったようなちょっと荒れた路面とかね、細かい不正に対するツンツンツンとくる感じはまあ確かにあるなと思います。ただ全体のレベルというか、
まあ、特に負荷がかかった時のストローク感みたいなことになるんでしょうかね。それはね、非常にいい感じだなというふうに思っています。 4WS っていうかこのリアホイールスタイルに関してはね、正直なんかそんなに個人的には違和感はないのかなというふうに思ってるんですよね。一方ね、リアホイールスタイルに関してはね、やっぱり僕は個人的にはそんなに違和感はなく乗ってるなというふうに思ってます。もちろんキビキビしてるけど、そんな嫌味な聞き方をするとは思えないですし、こういうまさにね、狭いワインディングロードなんかが楽しいですからね。あの、切ってってもうちょっと欲しいっていう時にね、もうちょっと切るとククッと入ってく感じみたいのが、やっぱりね、これはあのリアホイールスタイルならではだよなと思うんですよね。はい。まあ結局のところ、C クラスに何を求めるのか、 C クラスどんなイメージ持ってるのかということでもこの印象は変わってくるのかなという気はします。まあ、190E とかそういう流れからの C クラスの流れをずっと見ている方にとってはね、まあ、あとはやっぱりこう前の前のモデルですね、204、うん、あれは本当に名車でしたけど、あの辺のイメージからするとやっぱりね、もうちょっとまったりとしたものが C クラスであるべきなんじゃないかと、メルセデスのコンパクトもそういうもんじゃないかっていうふうに思うのもすごく理解できます。一方でね、まあ今の世の中でこのクラスのセダンって一体何をね、どんな存在なんだ、何が求められるんだって考えた時には、やっぱり、ドレススーツのようなね、まあちょっとおしゃれな感じだったり、スポーティーでね、あえてあの箱型の車じゃなく背の高い車じゃなく、こういうのを選んでる人はある程度スポーティーなのが欲しいでしょうというところで、こういうふうに、まあ C クラスがねこういう特性を持ってきたこと、まあ言ってるのはスポーティーな走りを持ってきたことっていうのは、まあ必然の進化だよなというふうに個人的には感じるんですよね。だからもちろん僕もね、190E は持ったことないけど、昔の124大好きだったし、あとはやっぱ204ね、先々代は本当の名車だったと思ってますけども、まあ C クラスの進化として考えた時にはこの新型の形はありだと思うんですよね。はい。でまあ特にね、今回乗ってるのは AMG ラインなんで、もうそこはねもう分かってて作ってるというところもあると思います。あの他にもね、もちろん AMG ラインがつかないモデルもありますし、個人的にはもし自分で買うならそっちかなと思う、ディーゼルね、今回マイルドハイブリッドになって、ものすごいトルクを持つに至ったディーゼルもありますんで、まあ、そのあたりからチョイスしていくと、やっぱ例えばですけどディーゼルのこの AMG ついてないやつとかにすると、その昔ながらのメルセデス感にちょっと近いものがあるのかなという気もします。はい。ですからね、まあ、C クラスに何を求めるかというところでもよりますし、それはグレードによってもまたちょっと差が出てくるんで、そこを選ぶのも面白いと思うんですけど、まあ、いずれにせよね、この新型 C クラスがもうこれを知ってしまったら前のモデルには戻れない、ね、そういう存在、そういう進化を遂げたというのはね、間違いないなと思います。あとね、ブレーキの話、これをねちょっと入れておきたいんですよね。あのサーキットの時にね話すの忘れちゃったなと思ってたんですけど、まあ回生ブレーキとね強調してるわけですよね。ブレーキね2通り今、まあ、持ってるわけですよね、系統をね。それがね、まあ前の C クラスの後期型 1.5 リッタープラスモーターのモデルはちょっとねカックンブレーキというかね、オンオフスイッチみたいになってたところがあると思います。でも今回はねブレーキすごくうまくセッティングされてて、もう正直違和感全くないと言っていいと思います。 PSG から ISG へのね進化という部分もあったと思いますけども、あのこれね前のモデル乗ってねブレーキちょっとなと思った人もね、ぜひちょっと新型試してみたらいいんじゃないですかと言いたくなるポイントだと思ってます。